こんにちはということで、本日のね、動画は昨日かな、昨日発表されました iPad の iPad mini かな、 iPad mini と iPad Air の最新型がね発表されたんですよ。で、発売日が3月30日と言われておりまして、でその新型に関することなんですけども、どうなんですかね。その僕ね、Android 端末しか僕持ってなくて、タブレットは持ってないんですよ。なので、まあこれを機にね、まあ値段もまあいい値段なので、変えようかなっていうか、そのゲームだけでもタブレットの方でね、やろうかなと思ってるんですけど、まずその iPad mini と iPad Air 2つ出ると思うんですけど、どっちの方がデレスに合ってるのかなと。まあそのね、値段的に安いのとか、まあサイズ的にこと考えたら、僕的にはミニがちょうどいいのかなと思うんですけども、まあどちらがいいのかなと。で、容量が今回 64GB と 256GB かな ?GB あったと思うんですけども、どちらがいいのかなと。まあ、その間に128やったっけな、それぐらいがあったら良かったんですけど、なかったんで、ないので、64か256。まあ、正直、256はな、そんなにいらないのかなと思うんですけど、64だとちょっと怖いんですよね。まあ、その使用目的としては、iPad を買ったとしたら、iPad mini を買ったとしたら、まあそのゲーム、まあ、このデレステ、で、白猫、で、PUBG しか多分やらないと思うんですよ。それぐらいのゲームをやる予定でいるんですけれども、まあその、容量的にはね、64で多分十分だと思うんですけども、まあその、ね、何年間も使うにあたって、64だけで十分なのかと。まあいろいろ動画とかね、まあ基本的にパソコンで撮ると思いますけれども、まあなんかこう iPad でできることがあれば、iPad とかで編集っていうか、なんか動画とかもね、まあ考えると思うので、そういう意味ではね、どちらがいいのかなっていうのを、タブレット勢の方とかね、知ってると思うんで、ちょっとそこをね、お聞きしたいなと思っております。容量的なもの、なんかそのゲームだけでタブレットを、ね、持ってる方は、どれぐらい容量の方がいいのかなと。Android であればね、まあ最悪 SD カードがあるんでいいと思うんですけども、まあ iOS であれば SD カードはないっていうことなので、全部ね、本体容量で、いるという、で、本体容量じゃないといけないってことでございますので、で、まあ僕は Wi-Fi 型を買おうと思ってるんで、まあ家では Wi-Fi できますし、外では、今僕のね、この今使ってるスマホがテザリングで Wi-Fi 出せますんで、まあそれでやろうかなと思っておりますので、あとはその、まあミニがいいのかなと思ってるので、ミニで 64GB 買うか 256GB を買うかという二択になってるんですよ。なので、その容量的なところ、まああとはまあ Air のがいいよっていう方は、まあ抱えてもらえたらね、いいと思うんですけども、まあその、容量がどっちがいいのかなと。まあ、ずっと、まあ、結構ね、期間使うと考えたら、まあ、256の方がいいのかなとは思うんですけども、そんなにいるのかという。256は確実にそんなにいらないと思うんですよ。さあ、64は64どうなのかなというところはありますので、そこをね、まあまあ、よかったら、知ってる方はね、ちょっと教えてもらいたいなと思って、この動画を撮っております。ということで。いや、新型がね、発表されまして、64GB の方であれば、5万円かな、税込み4万9000とかだから、税込みで5万円ぐらい。なので、まあ、その、結局ね、僕の中で、その、早く iOS の端末に変えたいと思ったんですよ。で、このスマホがね、まあ、大体その、2年、経ったら、まあ、一応、その、変えれるよ、みたいな感じの設定にしてるんですけども、iPhone に変えるとしてもせ、ね、iPhone 本体結構するじゃないですか。十何万するじゃないですか。であれば、もうこのスマホもうちょっと使うっていう意味で、このスマホも、別にそのゲーム以外ではこのスマホはね、何も問題はないので、まあ、このスマホを使うという意味で、タブレットをね、買って、どうした？どうしたタブレットをね、購入することで、まあ、もうちょっとね、この Android 端末をもっと使ってあげようかなという気持ちがありまして、単純に、まあ、iPhone、まあ、正直ゲームするのであれば、iPhone よりも、まあ、タブレットの方がいいと思うんですよ、もともとね。ではございますので、であればもう、タブレット買っちゃってね、まあ、5万ならば、まあ、そんな普通の iPhone とかよりかは半分ぐらいで買えると思うので、まあ、買っといて、まあ、それでタブレットで やっててね。で、まあ、時期的にね、時期に iPhone にもう一回ね、移行したらいいのじゃないかなと思っておりまして。まあ、チャンスなのかなと。で、スペックもね、なんか、結構いいスペックなんでしょ？その iPhone XS とかとなんか同じような、なんかものが入ってるみたいな。僕はあんま詳しくないんでわかんないですけど、らしいので。で、イヤホンチャックもね、ついてるので、まあちゃんと出てきますし。
今そのライトニングケーブルは僕持ってないんで買おうかなと思ってるんですけども、ただ iOS 端末という、そして iOS 端末なので、まあそのパソコンに簡単につなげるんですよ。なので、パソコンに簡単につなげるっていうことは、まあつまり配信はね、まあ簡単にしやすくなると、パソコンを使っての配信がしやすくなるということでございますし、まあ動画も、まああれなのかな、あれなのかな、iOS 端末だったら、その画面録画も簡単に、まあ、端末内でもできるのかな、ね、できると思いますし、まあ、音だけならね、端末だけでできますし、まあ、別に声を入れるのがスマホじゃないわ、その、パソコン使ってやったらいいと思いますし、まあ、いろいろ選択肢はね、まあ、Android よりかは増えると思いますので、で何よりね、その、快適にゲームをしたい。とにかく、その、このね、Android 端末が混みすぎて、本当にイライラするので、まあ、デレステアはないんですけど、他のゲームになったって、まあ、ちゃんとやりたいなと。で、デレステアはどうせなら、こう、タブレットでね、やった方が、絶対もっと上達するのかなと思っておりますので、親指でからね、卒業して、まあ、卒業してやろうかなと。で、まあ、その問題なのが、まあ、特にデレステアなんですけども、その、デレステアは Android と iOS を行き来すると、ジュエルが全部消えてしまうんですよ。なので、その、あ、ちょっとスマホで、この Android 端末で、今ちょっとプレイしないといけないなというタイミングであっても、することはできないですね。移行したら重量が消えてしまうので。他のゲームは結構別に移行しても問題ないっていうのが、僕のやってるゲームの中ではあるんですけども、その、デレステだけはね、ちょっとね、無理でなので、まあ、そこはね、ちょっと、やりにくいところではございますけれども、まあでも単純にまあ、別の端末やればいい話なんで、その新しい端末やるだけなんで、まあこの今の使ってるスマホはね、ほぼゲームをしないということでございますので、まあその連絡手段とかね、Twitter とか、そういうのをメインに使っていく。で、あとはその Wi-Fi を出す機械として使っていくっていう感じでございますので、まあ長持ちもするんじゃないかなと。こう無理して使うことじゃないので、無理して使わないので、無茶はさせないので、快適にはなるのかなんじゃないかなと。まあなんかこう、細かいね、ポケモン GO とかはね、こっちで多分、古い方でやると思うんです。古い方とか、そのスマホでやると思うんですよ。まあ、単純にやりにくいと思うので、思うんですけど、そういうもの以外は、基本的にはもう全部ね、タブレットに移行してやりたいなと思っておりますので、話はね、長くなりましたけれども、まあ、その、ミニなのか、ミニの方がエアーの方がいいのか、その辺の差がちょっと僕分からないので、どうなのかなというところと、ギガ数ですね。64がいいのか、256ギガがいいのか、っていうのを、ぜひちょっとね、教えてもらえたら、その、タブレットをね、使ってる方で、まあ、プロとかの方でもいいと思うんですけども、そのギガ数であれば、まあ、どっちのギガの方がいいのかなと。まあ、僕は基本的にゲームしかやらないと。で、まあ、最悪動画とか編集とかするときになんかこう、撮ったりするのに、容量は食うぐらい、だと思っておりますので、まあ、その辺をね、ちょっとよかったら、ちょっと、詳しい方は教えてもらえると、嬉しいかなと思っております。ということでね。まあ、だらだらとね。なんかこう、同じ画面が続くのが嫌だったんで、ちょっとスタミナ、ランク上がっちゃったんで、スタミナ消費しながらやってはいたんですけども、こんな感じで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。ぜひぜひね、ちょっと、アドバイスいただけると嬉しいなと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。バイバーイ。あと11回。で、100回だ。